はい、じゃあ今回は、シシースクワットをやっていきたいと思います。シシースクワットは、大腿直筋、大腿四頭筋の一つ、大腿直筋っていうのがあって、大腿直筋は膝と股関節をまたいでいるので、しっかりストレッチさせるには、こうやって曲げちゃうと、ストレッチされないので、こういう状態でスクワットをする必要があるんですね。なので、シシースクワット、まあ、ちょっとバランス取りにくいんで、基本は持った方が、いいです。シシースクワットはこういう姿勢でここを伸ばしていきます。でもちろん膝の負担は大きいので膝悪い人はちょっと気をつけましょう。ただ大腿直筋をかなり集中して鍛えることができるのでかなりおすすめです。負荷なんかは、こっち片側に持つっていうのが、一つですね。こういう形で、でもちろん2セット目は反対の手で持つって感じですね。こう持って、まあ、逆向きとか、まあ、そういう風にちょっとバランスを考えるといいでしょう。シシースクワット、膝気をつけましょう。僕もあんまり膝良くないんでちょっとカメラで確認もしづらいんだけど、まあ、しっかり体しっかりこう反るというか、まあ、まっすぐをキープしたまま、そうですね、足と太ももと、まっすぐをキープしたままというのが基本になります。大腿直筋を選択的に鍛える、シシースクワットでした。ありがとうございました。